皆さんこんにちは。レックの所得税のですね、担当しております、専任講師の北井と申します。どうぞよろしくお願いします。本日はですね、この昨年の12月に、税理試験68回のですね合格発表がございまして、そして、今日のガイダンスではですね、この発表を踏まえた今後の対策ということで、ちょっとお話をしてみたいなと思います。で、12月に合格発表ありました。で、まあ、残念ながら不合格となった方いらっしゃい、不合格になった方いらっしゃると思いますけれども、まあ、振り返ってみるとですね、惜しくも不合格となった人、それから全くですね、歯が立たなかった、準備が足らなかったという方、さまざまだと思います。で、本日はですね、2019年、この所得税のですね、来年じゃなくて今年になりますね、69回の合格、2019年の合格に向けてですね、どのように取り組んだらいいのかということで、ちょっと合格するためにどうすればいいかということをですね、考えてみたいと、こういうふうに思います。で、今後のですね、対策として、私が考えているのはですね、4点ございまして、一つはまず原因の解明ですね。原因を解明しないとですね、なかなか前に進めないんじゃないかと思います。それから2つ目は敵を知るということであります。やはりどういう試験でどういうものが出るのかという敵を知るということですね。それから3つ目は、覚悟を決めるということであります。もう今年ですね、合格するんだということで、腹を据えてですね、もう何が何でも今年合格するんだという覚悟を決めるということが、重要になるんじゃないかと思います。で、4点目の最後の4つ目はですね、戦略を練るということであります。まず計画を立ててですね、そして、学習方法の確立、が必要になるかと思います。がむしゃらにやるのではなくてですね、この税理試験を通じて、学習方法を確立する、そして、さらに、試験をこの合格を勝ち取ったらですね、次のまたステップにこの学習方法を役立ててですね、いろんな、学習とか仕事にですね、チャレンジしていただきたい、こういうふうに思います。そういった学習方法が確立できるとですね、おのずとですね、合格は近づいてくるんじゃないかと思います。素手で戦うよりはですね、やっぱりそういった方法論を身につけて、対応した方がですね、早く合格できるんじゃないかなと思います。はい、それではこの4つについてですね、もう少し詳しくお話ししたいと思います。ですね、まず1点目の原因究明です、解明ですけれども、残念ながら不合格となった方はですね、ほとんどの人は準備不足じゃないかと思います。昨年8月試験を、受けた方はですね、その後直後にいろいろ気づいた点があるんじゃないかと思います。この点を、この項目をですね、もう少し、勉強しておけばですね、よかった、学習しておけばよかったという反省点、それからこのテキストをやればよかったとかですね、いろんなことに気づいたと思います。この気づきがですね、次のステップへ行くための非常に重要な点であります。しかしながら時間が経つとですね、このことに忘れてしまいますので、またゼロからスタートということであるとですね、非常にもったいないですね。この、まず昨年受けた失敗したという経験をですね、基礎にしてゼロからスタートするんじゃなくて、そこから上積みしていくということが、非常に重要じゃないかと思います。本年の今年の試験にですね、去年の失敗をですね、生かすということ、これが非常に重要になってくると思います。繰り返しになりますけれども、原因はですね、不合格だった原因はもう一言、準備不足に尽きる
ということだと思います。あと6ヶ月いかに準備するか、これが非常に重要かと思います。それから2つ目はですね、敵を知るということでありますけれども、本試験をですね、分析してみるということが重要になるかと思います。で、近年のですね、所得税法の試験をですね、分析してみると、基礎的な論点が非常に多いと思います。で、論文試験ではですね、差がつきにくいですので、特にこの計算問題、時間がかかりますので、計算問題を早くですね、合格水準に達するということが重要であります。で、合格するためにはですね、やっぱりその基礎固めにはですね、講義等でインプットしまして、それからアウトプット、これが重要になってきます。で、まぐれでですね、これが当たったということで合格するのではなくて、何が出てもですね、ある程度合格水準までいけるというような基礎固め、そのためにはアウトプットしてですね、訓練するということが重要かと思います。どのような問題が出てもですね、合格水準まで持っていくということであります。そのためには敵を知る、どういった問題が出る、実務とやっぱり試験問題違いますので、実務ですとある程度この今は、パソコンがありまして入力すると答えが出てくるという、しかしながら原理原則がわからないとですね、間違ってるのか正しいのか分かりません。ですので、この税理試験で求められるのはですね、パソコンに頼るんじゃなくて、本質的なことをですね、基礎的なことをですね、理解する力が求められているかと思います。ですので本試験では基礎的な論点が多く出されるんじゃないかと思います。それから3つ目はですね、覚悟を決めるということであります。合格するという覚悟を決めるということが非常に重要になってくると思います。で、この試験は非常に難しい試験でありますから、受験すれば誰でも合格するというものではありません。ですので試験が終わるまではですね、やっぱり我慢する、何かをちょっと犠牲にしないといけない面も出てくるかと思います。しかしながら自分は受かるんだという、しっかりとですね、腰を据えて学習していくという、その姿勢がですね、非常に重要になるんじゃないかと思います。それから4つ目はですね、戦略を練るということですね。先ほどもちょっと言いましたけども、素手で戦ってはですね、なかなかうまくいかないですね。ですのでやっぱり重要なのは、試験までの時間、あと、どれだけ学習する時間が取れるのか、そのためにはですね、例えばいろんな行事とかですね、仕事とかありますので、試験勉強できない時間をですね、潰していって、そして、勉強できる時間はどれぐらい取れるんだと、試算をしてみるということですね、予算化するということですね。で、試験勉強できない時間、できる時間、それからちょっとどちらとも言えないような時間があるならばですね、やっぱり時間を作り出すということですね。で、そしてその作り出した時間がこれだけある、つまり予算がこれだけあってですね、そして今度予算に基づいて、時間という予算に基づいてですね、計画を作っていく、そしてその作った計画をですね、確実に実施していくということが重要かと思います。で、先ほどもアウトプットが非常に重要だという話をしましたけれども、この計算問題、理論問題ですね、いずれもやはり紙に書いてですね、特に計算問題は紙に書いてですね、それを電卓を叩いて答えを出していくということで、で、計算問題にその枠があってですね、そこに埋める場合と、それから全く白紙の状態で自分で枠を作るというのでは、相当もし枠を作るということにことがあってですね、勘定科目とか自由に作るということだったらですね、やっぱり手を使ってですね、その計算のフレームワークといいますか、計算のフォームをですね、作ったという体験、何回も作ったという体験がないと、なかなか、そこで、時間をロスしてですね、うまくいきませんので、実際に白紙の状態から紙に書いていく、ノートを潰していくということですね。で、それぞれ、学習方法についてはですね、個人差があって、
まあ、時間についてもそうです。朝がいいのか夜がいいのかといろいろあります。で、まあ、一般的にはですね、朝30分でもいいですから早く起きてですね、で計算問題を解いていくとか、あるいは夜は、寝る前に、不得意とする論点をですね、ちょっと10分でも見て、それから眠るとかですね、そういうような、工夫が必要になるんじゃないかと思います。で、紙に書いてですね、アウトプットしたという体験が必要になるかと思います。ですので、例えば水泳にしても、理論的に泳ぎ方を教わってもですね、実際に泳いでみるということが、体験がないとですね、本番になるとですね、なかなか、うまくいきません。で、やっぱりこの戦略を練ってですね、まあ、例えば目標を立ててですね、で、その目標を立てて、そしてまあ合格という、大きな目標があるんですけれども、その合格にたどり着くためにですね、テキストの何ページから何ページをですね、何回繰り返すかということが非常に重要になるんじゃないかと思います。で、まあ、テキストの話なんですけれども、まあ、ちょっと周りの人で、不合格になっている人の例を言えばですね、まあ、基礎となるテキストを持っていないということですね、毎年テキストを変えるとかですね、まあ、自分に合ったですね、基礎となるテキスト、まあ、レックで言うとですね、テキストの1、2、3、4ってありますけれども、このテキストを徹底的にですね、繰り返すということが必要になるかと思います。で、テキストコロコロ、基礎となるテキストですよ、コロコロ変えると、ゼロからスタートになってくるんですね。ですので、また違ったテキスト、また違ったテキストとやるとですね、せっかく、この試験を受けたのに、その体験が活かせないといいますか、これはですね、エビングハウスの忘却曲線ってありますね、20分経ったら 42% を忘れて、6日経ったら 75% 忘れると、このエビングハウスの忘却曲線、これを描いていただくと、例えばですね、半年前にこのテキストをやったよと、で本人は解けたからもう OK と思ってもですね、本試験で、まあ、同じ問題が出てもですね、いやこれ初めてやったというような記憶は薄れてきまして、記憶がゼロになってしまうということになるとですね、この項目は勉強したことなかったとかということで慌ててしまいます。ですので、基礎となるテキストを繰り返すということが非常に重要であります。テキスト問題集ですね、これを繰り返すと、で、その問題を解いてわからないところは、このテキストにですね、返ってもらう、そしてそのテキストに不備であるところはですね、そこに書き込んでいくと、そして自分のオリジナルのテキストをですね、作り上げるということですね。それから重要になるのは、さらに重要になるのは、答練、それから過去問ですね、これを繰り返すやるってことは非常に重要ですね。スピード勝負ですので、この問題が出たらここが論点とかですね、分かるように、あれもこれもやるよりはですね、答練とか自分がやった問題を繰り返しやった方が力がつくと思います。こんなところで、今年の合格に向けてですね、まず原因の究明、解明、それから敵を知る、どんな試験が出るのか、どうやればいいのか、それからもう合格すると覚悟を決める、それから戦略を練ってですね、予算配分してですね、合格の日まで、時間がそんなにありませんので、しっかりとですね、時間を確保して、そして計画を立てて、そして、学習方法を身につけてですね、そして、本試験に臨むということであればですね、これをまあ実行するのは難しいですけれども、まあ、実行すれば必ず合格できると思いますので、一緒にですね、合格を、本年69回目になりますけれども、一緒に、皆さんと一緒にですね、合格を勝ち取りたいと思いますので、頑張っていきたいと思います。まあ、以上でですね、本日のガイダンスは終わりますけれども、ぜひ、今年合格するように頑張っていきたいと思います。お疲れ様です。